はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、戦いドリームチームの方で、代表ガチャのステップアップを引いていってみようかなと思います。でね、あのね、ミキサーとかっていうのも来てんだよね。これ初めて見たやつなんだけど、まあなんか昔もあったみたいな話は聞きつつ、まあね、これに関しては、ミキサーするほどね、ちょっと SS が持ってねえっていう状況なので、まあ、これはちょっとできないかなというわけで、まあやっぱりね、虹玉でね、こっちのね、回すしかないのかなっていうね。そうだよね。で、これは、5枚溜まったら引くので、また別で引きますという感じかな。まあこっちはね、引いちゃってもいい気がするから、ちょっと10連2回だけ引いちゃおっか、先に。ってことで、いけ。これはダメでしょう。お？頑張って。ダメだね、きつね。はい。ってことで、はい。もう一回やっちゃおう。で、これはね、なんかまだ配られてんのかな。ちょっと一応半端の4は取っとこうかな。これもちょっとダメだ。はい。パーラン。はいはい。ってことで、まあ、とりあえず20連は空振ったよという感じだけど、まあ、これね、引いていこうか。はい。じゃあ、1回目。どうですか？これはダメだよね。ちょっと飛ばすか。世界で通用するフォワードになる。新田くん。なるほどね。まあここでやめるってことはないので続けて、まあ拡張でしよう一回。ちょっと待って。何枠拡張すればいいんだ。1個で5枠拡張する枠は。20、30、40、50拡張しとけば引ける？あ、いいや、60拡張しとこう。ステップ6まで引くんだもんね。まあ50でいい気もするが、まあ60拡張しちゃおう。はい、じゃあ続けます。いけ。何もない。全く何にもない。あー、これはダメ。これはダメだね。はい、次の 50% をね、まあ、ちょっと前半2回がひどいだけに来てくれないかなってことだけど、これは花火が結構上がってるか。いや。いや、何、ダメだな、ダメだな、これは。ダメだが 50% だとちょっと最後まで、ダメでした。いやー、そうか。まあ最初の2回はしょうがないかと思ってたけど、あ、おまけね。はいはい。次は SS が確定か。確定はね、確定はいますよ。確定だから。なんか、おー。まあ確定だからね。はいはいはい。1個だね。まあ何が来るかの方がね、大事だからね、数よりも。おや？これはどうなの？ビクトリーノ。ほう。エスパダスキラー。え、このビクトリーノはどうなんだろう？後で見よう。さて、あれ、これで44、ステップ4まで行ったんだよね。これステップ5か。ステップ5はおまけがあるだけで何もないのかな。ってことはここで当たると大きいけど、ちょっとなんかさっきから、あ、モヤモヤしてる。周りがモヤモヤしてる。一応全員揃ってる。よし、何もないとこで一体来てくれるのは良いかな。お、君と戦うだけ
ミスズ君が、あ、代表一人来てくれたのはね、よかったかな。よかったね、これは。よかったんじゃない？よかったんじゃない？あ、おまけね。はいはい。ミスギ君、ムンカチマスター。これは力属性なんだな。うん。よし、じゃあ最後のね、確定までね、このまま行きますか。ここは確定なので、演出が何であれ、一体は来てくれると、この赤いモヤモヤ。はい、全員揃って、蹴って、もう入ってるね。増えないか。ここで、お、あ、ヒューガ君か。これもいいかな。うん。ヒューガ君はね、まあ一応ね、ヒューガ君氷雷獣がいるんだけど、ジトー君がいないせいでね、氷雷獣撃ててないっていうね、話があるので、これは技のか。あー、なんか速属性寄りなんだよな、今自分の持ってる感じでいくと。ただね、この天下無敵の雷獣シュートはね、なんかかっこよかったから使いたいなっていう感じはあったから、まあこれはこれで良いかな。うん。はい、ってことで、まあここまでで一応ステップ6まで引いたよね。引いたな。うん、そっかー。まあ、翼くん欲しかったなっていうのは、今更ながらあるけど。まあ、一応二人ね、出てきてくれたから。なるほどね。って感じかな。そうだね。ただまあ、力と技だったんだよな。このチームにどう言えるのかっていうと、ちょっとヒューガ君はこっちのヒューガ君かな、しばらくはって気がするな。で、力、まあね、ちょっとね、あの練習自体がね少ないからね、ちょっと日本人とも何属性とも言い難いようなチームになってるんだけど、まあ一応即の日本人がパッと見多いかなと思ってて、力はね、なんかあれだよね、オアイランとかそっちの方、まあね、オアイランとかね、このアルベルトとかね、その辺だからね、ちょっとね、ミスイ君もね、どうなんだろうな。うん、まあチームにどう言えるかは難しいけど、まあ一応ね、代表選手が2人来たっていう感じで、今回のガチャはね、終わりにしようかなと思います。まあね、まだね、まあ、5枚揃ったら引くよって言ってたやつとかもあるし、チャンスはあるのかな。まあ、そっか。外れの SS レアとか引いてたらね、それをミキサーにっていうのも思ったんだけど、今回 SS レア2枚で両方代表だったから、それはできないかなってことでね。うん、またね、じゃあ10連のチケット貯まったら動画撮ろうと思うので、今回はこれで終わりにしようと思います。ってことで、ありがとうございました。よいしょ。